ゴドフリーネラーによる肖像画初代バサースト伯爵、アレン・バサーストは、イギリスの政治家、貴族、トーリー党所属。1712年から1772年まで、バサースト男爵の称号を使用した。サー・ベンジャミン・バサーストとフランシス・アップスリーの息子として、1684年11月16日に、セント・ジェームズ・スクエアで生まれた。家庭教師。 アベル・ボイヤーの教育を受けた後、1700年5月13日、オックスフォード大学トリニティ・カレッジに入学した。1705年イングランド総選挙で、サイレンセスター選挙区から出馬して、当選、1708年と1710年の総選挙で再選した。議会では、トーリー党に属し、ヘンリー・サシェーベレルの弾劾にも反対した。1712年1月1日、 グレートブリテン貴族であるベットフォードシャーにおけるバトルズンのバサースト男爵に除された。貴族員が講和条約を可決する、要保障するために除釈された12人の一人だった。1714年にアン・女王が死去してジョージ一世が即位すると新政権入りを目指したが、ジョージ一世にトーリー党員を任命する意思がないことが明らかになると、 ジャコバイトに展示、ジェームズ・ロー・シーン王に資金援助をするようになり、また貴族院で与党に反対し続けた。1719年、王立音楽アカデミー社に出資した。また、1739年に創設された、ステゴ養育院の初代総裁の一人だった。ロバート・ウォルポール政権に反対したためか、1742年に、ウォルポールが首相を辞任すると、バサーストは、 同年7月13日に、数密顧問官に任命され、さらに同年から1744年まで、温級新死体隊長を務めた。続くヘンリー・ペラム政権期では、王太子フレデリック・ルイスの党派に入り、その死後は、王太島後、ジョージの党派に入った。しかし、その見返りは遅く、バサーストは、王太島後ジョージが、ジョージ三世として即位した直後に2000ポンドの、 年金を与えられたほか、1772年8月27日に、ようやくサセックスにおける、バサーストのバサースト伯爵に乗された。この時、バサーストはすでに88歳という高齢であった。1775年9月16日に、サイレンセスターで死去、同地で埋葬された。息子ですでにアップスリー男爵に乗されていたヘンリーが、 借意を継承した。死後に残された手紙はジャコバイトに関与した証拠を隠滅するために燃やされた。趣のあり、ウィットに富む人物で、アレキサンダー・ポープとジョゼフ・アディソンの友人だったという。ポープは、道徳論集の3作目を、バサーストの検定した。1706年に、ウィリアム・ダンクームからバトルズ・デン・ハウスの邸宅を購入したが、1724年に、 第2代順弾尺サーグレゴリーページに売却した。1704年7月6日、キャサリン・アプスリーと結婚、4男5女を設けた。ありがとうございます。